砂糖、それとドライイースト、そして風味付けにオリーブオイル、そこにぬるま湯を注ぎ混ぜ合わせます。さあ、ある程度まとまったら手を使ってこねていきます。生地はよくこねたらオリーブオイルを塗ったボウルへ、それをぬるま湯を張った大きいボウルに浮かべたらラップをし、3、40分ほど発酵させます。食材を切っていきます。鶏胸肉です。これを、まあ、食べやすい大きさに切ってください。切った鶏肉はフライパンで焼き、もう一つのフライパンではニンニクと紫玉ねぎを炒めていきます。ある程度しんなりしたらバジルとタイムで香り付け、火を弱めバルサミコ酢で味と風味をつけます。実はこれがピザソースに。から生地の方もできたと思います。なんかふっくらとしました。まな板に打ち粉をして生地を伸ばしたら、先ほど作ったソースを塗り、その上にアク抜きしたナス、焼いた鶏肉、乱切りしたアスパラ、そしてパルミジャーノチーズをトッピング、そして塩コショウしたら、これを200度の予熱したオーブンで約15分で焼きます。15分、うわ来たこれ。最後にバジル、パルミジャーノチーズをトッピング、オリーブオイルをかければ、今日はこれで決まり、グリルチキンピッツァの完成です。